イーゼル特撮工房、イエーイ、サクさんです。はい、ということで本日は仮面ライダー01 30話の感想を話していきたいと思います。いやー、ついにね、仮面ライダー01が30話まで来ましたよ。いやー、早いですね。なんか今回の30話は、まあ、前回29話でザイヤにヒレンが買収されることがまあ決まって、ね、ゼロワンである、ヒデンアルトがヒデンを後にするっていうところで終わってたんですけど、そのアルトが一体何をしたかっていうと、そのね、廃棄されたヒューマギアたちをこう探しては、工場っていうかみたいな隠れ家みたいなところにこうね連れ戻して、なんか絶対直してやるからなって言ってて、なんかすごくやっぱり今回のね30話の中でも言ってたんですけど、アルトが人間とヒューマギアをこう分け隔てなくなんて相手してるというか、人間だからこうとかヒューマギアだからこうとかじゃなくて常に戦ってきたしって言ってて、すごくヒューマギアとかヒデンの社員たちのことをすごく思っているんだなっていうところにやっぱり感動しました。っていうのと、あとそのね、ヒューマギアたちのデータを全部削除しろっていうね、アマツガイからの指令があって、ゼアにあるデータがどっかに消えてしまったみたいになって、アルトがこの服のこう中からこうやってあのヒューマギアたちのこうデータが入ったプログライズキーをこうやって見せた時、なんか、あ、そんなことあんねやと思いました。で、その守のこのプログライズキーでこう銃で撃たれた時も、それでなんていう命をこうね守ってもらったみたいな、なんかすごい、そこちょっとなんかコメディ展開というかで、すごく面白かったなっていうのと、あとイズ社長じゃなくなってしまったアルトだけど、そのやっぱアルトについてくるというか、アルトのためになんかできることをいろいろそのなんかしてて、それはもうその衛星ゼアからの指示とかじゃなくて、多分自分の意思でそういう風に動いてて、まあ、イズもシンギュラリティに達したんだなっていうのと、やっぱりイズにとってもアルトってすごい大事な存在だし、アルトにとってもすごいイズってかけがえのない存在なんだなっていうね、その関係性がすごくなんか尊いなと思いました。だし、なんかジンはジンで今までの自分が間違ってたんだなみたいなことに気づいて、じゃあ僕はこれからそのヒューマギアたちを解放するとか、なんかやっぱりヒューマギアだけど自分の意思で動いてるっていうのを感じましたし、なんかそのジンがイズに自分の意思で選んでいいんだよ、行動していいんだよっていうのを言ってる時に、そのジンが自分に対してもうそういう風な葛藤があったんやろうなみたいなをすごい感じて、でイズは自分の意思でアルトのそばにいることを選んで、インターネット上でそのもうほんまのここをキュインキュインしながら、なんかあの会社を設立してね、で新しい秘伝製作所っていう会社を設立して、でまあここから再スタート切ろうみたいな、もうすごい感動的な回で、なんか笑い要素は正直あんまりなかったなと思うんですけど、最後やっぱりアルトがいつものダジャレみたいなのを言って、でイズと二人でアルトじゃないとって言ってるそのシーンがまた見れたのがすごい嬉しかったですね。なんかここまで結構シリアスな場面とか結構悲しい回が多かったので、こうやってなんかそういう状況の中でもまたなんか新しく笑ってスタートできるみたいながすごいいいなと思いました。やっぱフワさんもうずっと刃さんのことを気にかけてるというか、なんか刃さんをどうにかしてあげたいっていう気持ちとかもあったりして、刃さんも刃さんで自分の意思でやってるんだっていうことをっていうことを言い続けてるけど、どうなのかなっていうね。あとそのザイヤにエイムズの指揮権というかが渡って、エイムズでそのヒューマギアたちのを倒して廃棄させていってるっていうので、フワさんがねエイムズじゃなくなったみたいな感じだったんですけど、これからのフワさんもねどういう風にやっぱ一人で一匹狼的な感じで行動していくのかどうなのかっていうのがすごく気になるところですね。あと最後にねちょっと滅びも出てきて、なんかジンとね二人で話してるシーンで、なんかいつから人間と友達になったんだみたいなセリフがあったんですけど、なんかジンはまだゼロワン
そう、友達になったわけじゃないって言ってたけど、なんかジンはジンであるとのことをちょっと認めたのかなって思ったりしました。今までは滅亡人雷ネット対ヒデとかエイムズっていう形で最初はずっと来てたんですけど、ここからはもうザイヤとのね戦いが始まるっていうことで、もう見逃せないですね。ここからの展開もすっごく楽しみです。はい、ということで、今回は仮面ライダーゼロワン30話の感想を話していきました。どんどん展開していくゼロワン、私たちも追っていきたいなと思っています。仮面ライダーゼロワン見逃してしまった、まだ見たことのないという方は東映特撮ファンクラブっていうねアプリでも見ることができるので、ぜひぜひチェックしてみてください。次回もお楽しみに。バイバーイ。